上げております。もう一つ、大企業の外国人を国民に還元させる方法というのは、大企業の働き方や国民を守るというのを考えてもらう、そういうことではないかというふうに思っています。例えば、労働者派遣という働かせ方です。今こちらで派遣で働いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。これは会社の働かせ方であるがゆえに、大企業にとってはとても都合のいい働かせ方です。だけど意見を切られた働かせ方というのは、働き方からしてみたら変わってもらえません。皆さん、労働者では1年間それぐらいの割合としては2年間たった1割しかいない。日本は労働者の選手の手があります。